どうも皆さんこんにちは。セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回はアメリカで人気そして有名なお菓子を紹介したいと思います。でこちらはビッグラッツっていう店で買ってきました。アメリカのドンキホーテみたいな感じですね。それはこちらです。 Razzles の紹介です。 First is candy, then it's gum。 最初はキャンディーで後からガムになるって書いてあります。なんかちょっとレゴっぽいですよね。こちらレゴに見えますね。でパッケージもなんかおもちゃのパッケージに見えますね。値段は85セント、日本円で90円ぐらいですね。で後ろはこういう感じです。後ろもね、結構いいですね。で、味は5つあります。レモン、ラズベリー、グレープ、オレンジ、そしてブルーベリーです。で、こちら全部人工的な味です。開けにくいので、ハサミをね、持ってきました。中身はこういう感じです。みんなカラフルですね。ちょっとなんか、子供の薬みたいな感じに見えます。ブルーベリー、グレープ、レモン、オレンジ、そしてラズベリーです。まず最初はブルーベリーから食べたいと思います。いただきます。キャンディーからガムに変わるのがね、好きです。このね、ちょっとした変身っていうのがね、いいですね。で、味も最初から最後までちゃんとブルーベリーの味が入っているので結構いいですね。アメリカのキャンディーでは味がすぐなくなるっていうのがね、結構あるんですよね。でもこちらは噛んでもブルーベリーの味で、ガムになってもブルーベリーの味なので、そこはいいですね。続いてはオレンジ。オレンジの味はジューシーですね。そのままの味ではないですけど、かなり美味しいです。ほんとジュワーってね、オレンジの味が口の中で広がっていますね。続いてはグレープ。グレープの味はね、あまり好きじゃないですね。ちょっと苦みがあって、あんまりブドウの味がしません。過去の動画で人工的のグレープの味を美味しいとか言ってましたけど、あまり美味しくないグレープの味です。子供の風邪シロップ、ぶどう味とかあるじゃないですか。あれに近いですね。後味もね、あんまり好きじゃないです。ちょっと変な味です。ラズベリー。こちらもね、あんまりラズベリーの味がしません。だってちょっとクリーミーな感じがね、します。変なラズベリーの味だ。こちらもグレープ味と同じレベルですね。驚きではないし、そんなに美味しくないですね。最後にレモン。こちらもあんまりレモンの味がしない。で、あとレモンの味が後から来るんですよね。最初はなんかちょっとソーダっぽい味が入ってて、真ん中からレモンの味がしますね。で、しかもほんの少しだけのレモンの味です。全体的にレモンの味ではないですね。一番美味しかったのはオレンジですね。オレンジだけが美味しくて、他の4つはね、そんなに驚くものではないし、超美味しいっていう感じではなかったですね。ブルーベリーもまあ普通に美味しかったですけど、オレンジの方がトップですね。点数は67点にしたいと思います。美味しい味が1つだけ入ってて、他の4つはあまり美味しくない味で、であと変な味が入ってたので67点にしたいと思います。キャンディーからガムに変わるっていうのはいいんですけど、味もね、ちゃんと美味しくしなきゃダメですよ。しかも1つではなく味5つ全部ね、美味しい味にしなきゃダメです。だとそのままナチュラルの味をね、入れてほしいですね。そしたらもっと美味しい感じになると思います。過去に何回か食べたことありますけど、味がちょっと変わったっていう感じがしますね。昔の方がもっと美味しかったような感じがします。気のせいかな。こちらはね、おすすめはしません。でも気になったらまあ買ってみてください。あんまり期待しない方がいいですね。 Razzles の紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。